晩夏の日差しが和らぐ頃、山肌を覆う緑は種の赤みへと彩りを変える。秋の到来である。そして年中狙える日本伝統のゲームフィッシュヘラブナは、今日も元気に湖での存在感を放つ。今回はヘラブナ釣り会のトップトーナメンターにして、ヘラ浮きを制作する浮き師としても活躍する2人が秋のノベラを堪能する。埼玉県在住の萩野隆之さん、全国規模の競技会で何度も優勝した実績があり、今年9月にも大会を制覇したばかり。野釣りでの経験値も高い。千葉県在住の吉田康夫さん、志摩のジャパンカップヘラ釣り選手権大会の優勝経験者で、今年度も3位入賞を果たした実力者。久しぶりの野釣りに胸躍る。2人が竿を出すのは、関東を代表するヘラブナ釣り場、千葉県戸面原ダムと、日本屈指のキョベラの宝庫、亀山湖だ。おお、来た、捕まえたよ。よし、来た、来た、来た。よっしゃ、来た。よいしょ。ヒレピン。いいヘラだよね、これ35ぐらいあるけど。コンディションもいいし、太いし、引きもいいし。ヘラ釣り最高。千葉県の大部分を占める房総半島。そこには全国に名だたるヘラブナ釣り場、魚影濃い湖が密集している。その一つ、富津市にある戸面原ダムを萩野さんと吉田さんが訪れた。10月中旬は各地でヘラブナ釣りの競技会が大詰めを迎える時期。連日の戦いも落ち着き、野釣りでのんびり癒しの時間。吉田君、ここ初めてなんだって。初めてなんですよ。え、一回も来たことないね、今まで。はい。じゃあ今日は楽しみだね。ですね。ちょっと釣り方とか場所わかんないんで。そうだね、なんとなくは案内するけど、はい、釣れなかったらごめんね。釣らしてください。ちょっと前までだいぶ減水してたんだけど、あそこの台風でだいぶ水が多くなって満水になって、ただね、水の濁りも多分ね、これで取れてきてる方なんで、まあ全然ダメってことはないかなと思います。そこそこは釣れるかなと思って期待はしてるんですけども。で、吉田君初めてなんだから最初いいよ、自分の好きなとこ入って、いいよ。おすすめの場所は常連の人たちなんか、俺、見る限りその辺つけてんの最初に来てる人多いような気がするな。事前情報だとなんかちょっと眺めが無難なんじゃないかっていう話だったけど、何尺ぐらいがいいんですかね。じゃあ俺とりあえず18出してみようか。18尺で、じゃあ僕も同じく18尺で、はい、じゃあ行きますか。棚はどんな感じでやればいいですか。棚はもういっぱいいっぱいで、提灯で、うん、餌とかはどうしたらいいんですかね。俺はとりあえず団子売ってみようかなとは思うんですけど、じゃあ僕ちょっと初めてで怖いんで、ちょっと下にグルテンとかつけちゃってもいいですか。あ、それでも全然無難だと思う。やっぱ棚深いから浮き大きめの方がいいですかね。まあそこそこだったら缶釣りほどの大きさは多分いらないとは思うんだけど、とりあえずちょっと長め55、70とかでやってみよう。両団子だけ。あのバラケとグルテンなんですけど、バラケ餌は結構こうバラける方がいいですかね、それとも団子っぽい方がいいとか。多分状況が悪いっていう話なんで、あんまり開かない方が当たりぐらいじゃないかなって俺は思うよね。開かない方がいいんですか。あんまり、カンツリみたくこう開くのね、餌で魚寄ってくるかっていうと意外と多分違う感じだと思うんだよね。じゃあじわりじわりばらけていくような方が多分当たりもらえると思うんだよね。はい、わかりました。
はい、ね、餌を作ってる時が期待でもありちょっとね不安要素もありますよね。全然全くわからない状態なんで。吉田さんはバラケイサとクワセイサ、いわゆるセット釣りでスタートする。よし、餌をつけて、まずは下張りにグルテンをつけて、しっかりこうね抜けないようにつけて、バラケイサはね最初段でちょっと大きめにしてみようかな。よし、じゃあ第一頭いきます。ね、これがどのくらいで当たるか、1時間以上かな。一頭目がねワクワクしやすいよね。よし、馴染んでいく馴染んでいく。ちょっとしっかりつけてよかったかな。さすがに1投目じゃ当たんないですね。よし、どんどん寄せていきます。でとりあえず両団子から始めたいと思うんですけれども、ちょっとネバー系の餌で、最近この餌がねちょっとね自分で縁起がいいんです。大会でも優勝してるしね、原価継ぎでだいたいこのぐらいの大きさです。打ち始め段差15センチでだいたい、そうだね、2ボールぐらい打って当たるかなっていう感じかな。多分状況的に言うと1ボールぐらいじゃ当たんないと思うよ。事前情報では水温低下の影響で活性は低いとのこと。開始から1時間はマメに餌を打ち返して魚を寄せたいところだ。名手2人の秋の野釣りが始まる、ね、浮きの近くでもこうやってアワ漬けするんだよね。あ、なんだろう、期待を持ってですね。だいたい人間しか釣りしこういい方に考えるからね。いい方に考えますからね。あ、僕の今前でも泡が2個出ましたよ。一方セット釣りの吉田さん、クワセイサにはグルテンを使っている。あ、いるな。お、いい泡漬けしてる ね。また触った。なんかいるよ ね、 ね、いますよね、浮きの真横で。ちょっとあれかな、上のバラケを調節しないとダメっぽいかな。ちょっとね、なんか魚寄ってきて持ちが悪い感じですね。うわ、浮きの真横で泡。よし、次と。うわ、触った。魚が寄ってきたんで、こう浮きの上がりが、あの上車のバラケイサがちょっと溶けるのが早いんですよね。それでちょっと当たらないのかなと思うんで、その上のバラケをちょっと手水打って少し練って、あのバラケを少なく浮きの上がりをゆっくりするようにしてみます。さっきね一回当たった時もこう深く浮きが馴染んでる時に当たったんで、上のバラケエサがついてる時に当たったってことなんですよね。だからその状態に近づけるためにちょっと上のエサを少しだけ練ってみました。あれ、当たったまた乗んなかったんですけど、まあでもやっぱセットの方が動いてるから、やっぱ動いてますね。それやってた方がいいと思うよ。だいぶね浮きの動き的には良くなってきたよね。だいぶね出てきましたね。うわ、なんだ。お、触っ
ったけどな。おすごい動いてますね。うん、あれだけなんだよね。あおっとっと、おいい当たりしました。いやでも一目つんぐらいだよ。あでもちょっと弱いね。僕の方も今馴染んでた浮きが一気に付け根の方までブワーッと上がってきましたよ。いやなんかね、俺的に魚もっと高いかなって気がするんだよね。ちょっとね、魚上っぽいんで 16.5 45センチちょっと浅くしてみます。それでまた同じ、まあ釣り方は同じような感じでちょっとやりたいと思って。あとは底釣りなんかでも2尺違うと意外と届かないってあるよ。あ、ね、微妙なとこありますよね、うん、45センチだと、こう浮きの位置だったりハリスの長さでなんとなく大体カバーできちゃうじゃないですか。棚を浅くした萩野さん、吉と出るか。お来た、消し込んだよ。来ましたね。おお、下手だした。ほら16尺大作戦、大成功ですね。 16.5。 おっ、よいしょ、やった。1枚目やった。いいヘラだよ、綺麗。ほら35ぐらい太鼓あるよね。やっと仕留めた。このプロセスでやっと捕まえたのは、これがなんじゃ、もう快感だよね。いろいろ手を変え品を変えやって。意外とヘラってさ、動いてないとかなんかあんまりこう静かなイメージなんだけど、実は意外といろいろやってるっていう釣りだからね。当たりが出始めた吉田さんは18尺のままでセット釣りを続けているが、うわー、すっごい触ってる、止めてる、くっちゃい。いてもなかなか食わない感じで、今もねずーっといる感じなんだけど、よし、ちょっと餌を一工夫してみよう。ね、なんか当たっても乗んなくて、カラスも多くて、ちょっとね上のバラケーサが合ってない感じがするんで、今まで少し軽めの餌使ってたんですけど、ちょっとこの重たい餌を少し入れて、ちょっと開きを抑えてみようかなと思ってやってみます。ええ、はい、ちょっとバラケーサが軽くてちょっとこう広がっちゃってるのかなと思うんですよね。その広がったバラケにこう食っちゃってるような感じなんで、もうちょっとバラケを抑えて。お、来たよ。おし、さすが、2つ、さすがです。まあちょっと濁りも入ってるからかもしれないけど、結構ね冬っぽい魚だよ。やっぱさすがとしか言いようがありません。いえ、そんなことたまたまです。さすがです。いや自分もさっきちょっとグルテンつけてみたんですけど、当たりはもらえるんだけど、やっぱりギルも捕まっちゃうっていうか、当たってくるんで、ちょっとそれ外してちょっとねやってみようと思って。なるほど、来た。さすが、すごい、いいサイズだね。そこそこかな。ほら食ってる。おお。よいしょ。一番でかいですか？三匹。でも一枚目の方がでかいかな。いいヘラだね。もうコンディション的に言ったらもう100点だよねこれ。釣り方的には団子で両団子でずっとやっててっていう。なんかこのぐらいの方がなんかやっぱ魚的にはなんか無理がないような感じはしますよね。でこの一尺半刻みっていうのがなんかすごく作戦にはまってる感じします。特に野釣りにおいて秋のヘラブナは棚を釣れという。萩野さんの狙い通り45センチ刻みの棚上げ作戦が功を奏しているようだ。おお、止めた止めた。
いやー来たか。お、ちょっと弱いかなって気がしたけどな。よいしょ。おー頑張る。でかそうっすね。頑張るね。すごい引き。おーいいヘラ。よっしゃやった。すごい。いいヘラだよね。これ35ぐらいあるけど、コンディションもいいし、太いし、引きもいいし。いかにもノベラらしい盛り上がった太鼓。ヒレに傷一つない美しい魚体。もちろんこの魚にたどり着くため、棚だけでなく餌のタッチにも変化をつけている。釣り始めとの違いは明らかだ。連発する萩野さんに習い、吉田さんも両団子の釣りにシフトした。全然動いてない時はもう切っちゃうんですか。どんどんもう馴染んで、特に変えずに、 なんか雰囲気ないような時は俺は切っちゃう。餌を変えるとかじゃなくて、うん、打ち返していっちゃう。わかりました。俺げ、あーなんでやめんの。よーいか。手ごわすぎ。いい当たりしてるんすか。うん、馴染んでって二目残しぐらいのとこでツンとかドーンとか。僕も今同じく。でもやっと団子に変えて当たり出たんで、うん、釣れそう。なるほど、こういうことですか。釣ってないけど。吉田さんも両団子の釣りに変えて当たりの出方にも慣れてきたようだ。おっしゃ、来た。やっときたよ。おお、空振った。来たね。バレないでよ。いや、いい引きっすね。慎重にいってよ。すごい慎重にいってます。心臓ドキドキしちゃってます。よいしょ。あー長かった。おい、おめでとう。萩野さんの教わった通りにやって集めました。マジですか。はい、俺の教え方で合ってました。 ありがとうございます。はい、やっと一枚釣りました。やっぱここの場所が本当初めてなんで、釣り方が全く分からず、萩野さんに教わった通りにやったら、もうセッティングから餌から全て一緒でやったら、やっと釣れました。もう涙出るほど嬉しいです。やりました。最高。これが楽しいんだよね、吉田くんね。はい、これが楽しいんじゃん。これがね、ここまでのね、うん、でもちょっと時間かかりすぎましたね。でもしょうがないよ、それは。ありがとう、連れてくれて。よし、またおいでね。ありがとう。もういっぱい釣れる釣りも楽しいけど、こういうなんか渋いのも、ね、ですね。楽しいのは楽しいですね。ほんと一匹にたどり着くまでいろんなことやって、すっげー当たり。なんだ今の。いい感じだね。すごかったっす。一番でかいかな。よいしょ、たー。おかげさまで釣れるようになりました。いやいやいや、ありがとうございます。ほんと綺麗ですね、尻尾もね。よし、ありがとう。おお。よし、来たけどな。いい当たりしたね。
よいしょ。おいしょ。すごいよねこの太鼓。こんなヒレピン。惜しみないアドバイス。釣り方を合わせて答えにたどり着いた。意気投合する2人にはヘラブナウキの制作者浮氏という共通点がある。まあ、僕も吉田君もプロの浮氏としてやってますけれども、はいはい、吉田君的に言ったらこだわりは？こだわりやっぱりその僕素材カヤなんですけど、はい、まあ、そのカヤの素材の選別が一番神経使ってこだわってますね。ちなみに俺カヤは分かんないんだけど、カヤって、はい、取ってくる？いや買ってます。買ってるんだ。あれ取ってくるって人もたまに取ってくるって人もいるんですけど、ね、そのどこでもありそうじゃないですか、うん、でもさ俺なんかも中身のずりってこうそういうそれっぽいの見ると何か何かスカスカで、そうなんですよ。物が違うのかなとか、カヤじゃないのかなと思いながらやってるんだけど、ね、僕ね実はそういう探すのを小学校からやってたんですよ、うん、で、ある場所あのなんていうんですかね、川っぺりでなんか水分があって一定のところに固まってるんですよ、ね、それはこう、はい、そういう綿の入ってるやつ、ね、入ってるところ入ってるところばっかりなんですよ。それは種類じゃなくて、種類見た目はね同じように見えるんですよ、ね、萩野さんはあれですか、やっぱり羽ですよね。自分はクジャクの羽ですね、はい、やっぱ素材が一番ですか？そうだね、素材は多分蚊帳以上に大変かもしれないね。あとは自分なんかだとこうやっぱり同じ製品で同じ番号だったら質量がほとんど一緒になるように、あやっぱそこが一番気を使ってるよね。あとは自分が一番心がけてるのは、とりあえず俺が釣れる浮き、うん、そうですよね、うん、人がどうのこうのじゃなくて、やっぱ自分が一番釣れるような浮きを作って、でお客さんはそれに合った目的だったり釣り方をする人だったらね、おのずと合うんで、そういう人は選んでもらってっていう形を自分なんかは考え方的には取ってるかな。やっぱりね、いくらこうねうまく作ったって現場で釣れなきゃしょうがないですよね。見た目だけじゃないからね、使ってね釣れる気を作っていかないと、性能ってそんなにどう違うかってなかなか難しいかもしれないけど、その使い手に合う合わないっていうのが多分一番でかいと思うんで、その使い手がこう自分が作ったものに合うようなものだったらいいかなと思って、でもまずは自分が一番釣りたいっていうか自分に合った感じの浮きを作ってるって感じかな。戸面原ダムを後にした2人は翌日の大物釣り亀山湖へと向かった。巨ベラ釣りの聖地亀山湖、千葉県最大の多目的ダムである。ヘラブナやブラックバスなど釣り客の人気はもちろん、湖のほとりには温泉ホテルがあり観光地としても楽しめる。またこちらのホテルには釣り人限定のお得なプランがあり、宿泊した2人も疲れを取って準備万端のはずだったが、亀山湖では昼近くまでそれらしい当たりがなかった。同じヘラブナ釣りでもね、こんだけこうこう攻め方が違ったり、ね、やり方が違うんで、ね、幅広いよね。よし行こう。マッシュの団子に下がグルテンつけてやってます。両マッシュでもちょっといいんですけど、ちょっと今日なんかかなりこう状況良くないんで、とりあえずいろんな魚でもいいんで当たりが出るようにとりあえずしておきたいなと思ってやってます。ほら来い。 25.5 尺の長竿を振り、餌はマッシュとグルテンのセット釣り。50センチを超える大型が目標だが、この釣りでは1日当たりが全くないことも多い。そう、これはロマンを追う覚悟の釣りなのだ。一方の吉田さんは24尺で釣りを展開していた。亀山湖ではマッシュ餌がパターンだという情報をもとに両マッシュを通していた。もちろん吉田さんも
ヨベラに出会う確率の低さなど百も承知。しかし可能性を探り餌のタッチを変えていく。そして開始から5時間ようやく浮きに怪しい触りが出始めた。おっしゃった。お、ヘラじゃん。ヘラだよ。やったよ。違う。やっと来た。ヘラっぽい。ヘラだと思うよこれ。バレんなよ。本命だよ。本命。本物っぽい。多分本物。おーすごい。絶対バラさないぞこれ。ヘラだよ。ちっちゃいけど。よっしゃった。やったじゃん。やったよ。くー、やりました。ちょっとね、全然ちっちゃいですけど、亀山子としてはずーっとこうやって当たりがあって乗らなくて、何発ですかね、10発ぐらい辛くなったり触りがあって乗らなくて、今餌をね柔らかくしてペットペットにしたらやっと乗りました。いやー嬉しい。水温低下に加え横風を受ける悪条件の中、ようやく仕留めた一枚。ヘラブナが釣れたことで折れかけた士気は高まり、萩野さんもすぐに釣り方を合わせる。釣れる時は結構待ってからなの？倒れ込み？もう入ってく時にちょっと触って深く入ったところでこういかにもって動きが出るんですよ。で結構やっぱ深い位置でチャッて当たる感じですね。 2、3個残しぐらいで、うん、でもそのトップでその馴染み幅でそんなでっかく餌ついてないよね。そんなでかくないですね。僕もやっぱ昨日釣り方を教わってついてないけどすごい釣れてきました。え、浮きの動きが全然変わったから昨日。あ、昨日。うん、でもやっぱり釣りは位置張ってないで聞いた方が早いよね、釣れてる人の。そうですよね。俺は昨日団子でやって吉田君セットでやって、ダメだったじゃん、で今日は俺逆やってんじゃん。あ、俺セットやって吉田君ダメで、でも渋い時って両ともえさよりもセットの方が釣れるっていう。そうですよね。ね、普通ね、考え思いがあるけどさ、全然当てはまってないですよね、昨日も今日も。本当だよね。ね、なんかまた一つ勉強になったっていうんじゃないけど。勉強になりましたね。僕も昨日すごい勉強になりました。おー、来た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 。来たよ。お、吉田君ありがとう。やりました。ヘラ。あ、バレた。バレた。ヘラでしょ今。ヘラ見えた。翌日まで2日間粘ったが大物に遭遇することはなかった。これもヘラブナ釣り。でもとりあえずやれることはやりましたよね。そうですね。今日はヘラの勝ちっていうことで。はい、人間の負けです。惨敗です。どうやら、まあ夢を狙ってきてるんですから、こんなもんですよ。こんなもんですね。はい。一日を通して1回の当たりもないようなキョベラ釣りもあれば、数を競うトーナメントの世界もある。ヘラブナ釣りは奥深い日本の伝統文化に他ならない。